株式会社オフテクスは兵庫県神戸市中央区港と南町に本社を置くコンタクトレンズケア用品メーカーである。1981年創業。バイオクレンブランドで知られるコンタクトレンズ洗浄液の専門メーカー。世界で初となる液体酵素による洗浄剤バイオクレン L を発売。もともとは東京で創業したが、 1988年に兵庫県豊岡市に工場を竣工したことに伴い、本社を大阪に移転、さらに2007年10月には神戸に本社を移転、豊岡のみにあった研究所を新設している。豊岡工場については、研究から製造、出荷までを一貫してできる体制を整えており、製造製品別に第1第3工場に分けられているが、 さらに2009年に新工場が完成。2002年には初の海外製造拠点をアイルランドに竣工。2009年8月ポビドン用土を使った有格状タイプのソフトコンタクトレンズ用コールド消毒剤バイオクレンファーストケア CT 発売2009年7月薬事法違反により医薬部外品及び医療機器の製造業と製造販売業に対する業務を停止を命じられる。 2009年10月第1から3工場を集約し、新工場が稼働を、開始2010年4月初のハードコンタクトレンズ用、除菌機能付き洗浄剤、バイオクレンオーツーセプトを、発売2014年7月神戸、東京に本社体制にする2015年11月、新ブランド、クレドゥを立ち上げ、同ブランド第1号製品、クレドゥファーストケアを発売このほか営業所二箇所、 研究所2カ所が所在する。すべて過去ただし、関西テレビ制作、富士テレビ系列の番組や毎日放送制作、TBS 系列の番組、テレビ、大阪制作、テレビ、東京系列の番組に一度も提供されたことがない。現在は、主にスポット枠で CM 放送を行っている。ありがとうございます。